皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは福井県の福井市の中心、福井駅の目の前に来ておりますが、これからですね、早速なんですけれども温泉に行こうと思っております。福井の温泉はここからですね、自然鉄道に乗りまして行けるあわら温泉というのがございまして、そのあわら温泉でちょっとゆっくりしようかなと思います。あれは特急のサンダーバードかな、福井から出てきました、金沢方面。あれが北陸新幹線になった時、ここまでもうサンダーバードが来ることはありません。駿河止まりになります。2024年に開業する予定とされております。お、恐竜動いた。何、こいつら動くのか。お、なんだなんだ、でかいやつも動いてるよ。あ、これ動くの。恐竜博物館ってね、ここからちょっと遠いんですよ。だから行かないんですけど、これ見れたら良くない？ダメかな？ダメっていうわけじゃないけど、いやすごいじゃない。おお、結構しっかり動くんだね、リアルに。いや牛飼っていうぐらいの鳴き声だけど、ダンザウルスか知らないけど、あ、すごいじゃないですか、これ動くんだね。立派ですね。今絶賛工事中ですよ。北陸新幹線延伸に向けて今新幹線の駅を頑張って作っているところです。ここもね、相当広く大きなものとなるんですよね。今本当に工事してますよ。ここがね、北陸新幹線の多分駅になると思うんですけれども、結構だいぶ完成はしてきているようですね。あともう少し頑張れば本当に完全に完成して北陸新幹線を走らせることができると思いますが、ここにちょこっとあるのがですね、越前鉄道福井駅、ここになります。これか、結構立派な駅舎ですね。ここから向かいますは、あわら湯の町っていう駅ですね。あわら温泉が JR の駅ですが、あわら湯の町が、そのあわら温泉、温泉郷の最寄りとなっていますので、そこまで向かいます。越前鉄道の改札に入ったんですけども、あれラッチなんですよ。今だけすごい自動改札じゃなくてパチンとやって、パチンと、え、マジかと思って、今だけそれをやるんだねっていう感じなんです。びっくりした。普通にえラッチみたいなすごいな、福井鉄道、福井鉄道じゃないや、越前鉄道ね。ここに列車が止まってます。2両編成って書いてある、ワンマン。ここから入れるわけじゃないんだ、これ留置してるだけか。あ、すごい留置の仕方がちょっと特殊なんだよな。なんだろうね、福井始発なんだろうけど、三国港行きの列車がやってきたんですけれど、あれ留置するだけか、あれ使うわけじゃないんだ、びっくりした。あれがそのまま出てくるのかなと思ったんだけど、あ、折り返しなんだと思って、ああそうと思いましたね。三国港の方がその東尋坊の最寄り駅で、まあ、バスも出てるんですけれども、時間帯によってはバスがちょっと接続が悪いのもありますから、そうなると東尋坊まではだいたい約30分歩いていけるそうです。今回はちょっと時間の関係上東尋坊には行くことはないんですけれども、また次回ね、来た時にはその東尋坊の方まで行けたらなと思っております。これが越前鉄道の車両。今回は途中のあわら湯の町であわら温泉に行きます。この越前鉄道というのはね、福井の観光地、温泉地、何でも行くことができる万能な鉄道です。勝山方面に行けば恐竜博物館、あわら温泉、三国港の方に行けばですね、東尋坊あわら温泉に行くことができます。非常に可愛らしい真四角の2両編成のワンマン列車ですね。これが雪の降るこの福井県を走っていくということなんですね。くる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 と変わっております。行き先表示、このレトロな感じもまたいいですよね。いろいろと出てますよ。まあこれで終わりですけど、まあ、そんなにあるわけじゃないですからね。じゃあ早速ね、これ乗っていきましょう。
ということで、越前鉄道に乗り込みまして福井駅を出発、ここから阿波羅温泉の、最寄り駅阿波羅湯の町駅に向けて出発です。ということで、列車は福井口駅を出発して、ここから三国阿波羅線と、勝山永平寺線に分かれていきます。そしてこの左下の、ところにはですね、越前鉄道の本社がございまして、こちらには車庫もあって、留置されている鉄道が見られると思います。勝山永平寺線の方面はですね、恐竜博物館に向かう線路です。ここからね、越前鉄道は2つに分岐して分かれていくことになります。勝山永平寺方面もですね、結構観光地がございまして、もちろん名前の通り永平寺がございまして、先ほども言った恐竜博物館がございます、路線となっております。そしてこちらの三国阿波羅線ももちろん同じく観光地がございまして、これから向かう阿波羅温泉やその先の、東尋坊に向かう路線となっておりまして、越前鉄道はね、結構ね、あの福井県を観光するならば、必ず、一度は乗車するんじゃないかなと思われる路線と、いうことになります。そして向こう側に見えるのは路面電車です。福井駅から伸びているこの福井鉄道福部線と呼ばれる路面電車がここで終着となっております。ラッピングはね、多分あれアニメの転生したらスライムだった剣のラッピングがされていたかなと思います。
ということで、列車はあわら温泉郷の最寄り駅、あわら湯の町駅に到着です。降りたらすぐ、あわら温泉の地図がね、このようにして、出されておりました。これはわかりやすいですね。ということで、今回は、福井駅から越前鉄道に乗りまして、あわら温泉の最寄り駅、あわら湯の町駅まで来たという動画でした。次回はあわら温泉郷を堪能していこうと思っております。次回の動画もどうぞよろしくお願いいたします。